で、その鍵になる、今日一番大事な定理の一つがこちらの定理2.4です。教科書ではその47ページの下の方に書かれていますので、一応ちょっと紹介します。連立一次方程式2.1式は、その拡大係数行列を行変形で簡約階段行列に、する操作で完全に解くことができるということで、完全に解くことができるの、ここでの意味は、その解の個数とその解自体の表現が分かるということを言っています。で、その証明がですね、その教科書には一応書かれてはいるんですけれども、実は定理の後に証明っていうふうに書かれているわけではなくて、この定理の前にですね、教科書だと46ページぐらいからだらだらだらっと説明があって、それが実は証明になってます。ですので、そこ読んで理解すれば分かったことになるとは思うんですが、なかなか最初から自力で読むのは難しいかもしれませんので、今日はまずその証明の道筋をですね、ここで紹介したいと思います。で、証明の道筋ですけれども、連立一次方程式が与えられました。で、ここからその簡約階段行列、拡大係数行列をまず作ります。で、この拡大係数行列に行変形を施しまして、これを簡約階段行列にしたとしましょう。で、この簡約階段行列が意味する連立一次方程式はこれなんですけれども、実は簡約階段行列に直せば、この方程式の解っていうのはすぐに分かるということで、しかもこれは元の方程式の解と同じですから、この簡約階段行列に直した形の連立一次方程式を解いて、元の連立一次方程式の解を求めましょうと、そういう流れになっています。で、そういうことがですね、一応教科書にも書かれているんですけれども、割と一般的な、N 変数で M 個の方程式の場合の話を書いておりますので、なかなか最初はちょっと理解しにくいかなというも思います。そこで、今回は、こういうときはですね、まず割と単純な例から考えましょうということで、この授業では、その A がですね、5行3列の行列、すなわち変数の数が3個で、個数が3個で、方程式の個数が5個と、こういうちょっと例でですね、見ていきますので、まずこれでこのどういうふうに証明が行われるかっていう流れをつかんでほしいと思います。その後、その一般の例をですね、こう自分で教科書で読んでちょっと考えてみてください。で、まず方程式がこういう形で与えられたとしましょう。係数行列 A がこれで、X がこれで、それから B がこれですね。で、これからその拡大係数行列を作るとですね、こういう5行4列の行列が得られます。で、これに対して簡約階段行列、拡大係数行列を行変形で簡約階段行列にこう直していきます。そして仮にこういう形の簡約階段行列が得られたとしましょう。で、この時、その簡約階段行列にはこういう階段があるっていうのを前回説明しました。で、階段の段数をとりあえず R とします。それから、この各階段のですね、1段目だったら1段目のこの列のポジションで、 R 段目だったら R 段目の列のポジションっていうのを K1 から KR という形で表します。まずこういう問題設定をちょっと確認しておいてください。で、これからやることは、この階段の一番下の段の、この一番下の段のポジションですね、この KR と、それから方程式の変数の個数 n と、それから階段の段数 r で場合分けをしながら方程式を解いていきます。まずこの方針ですね、この方針をつかんでおいてください。で、まず、この kr イコール n プラス1の場合、これはすなわちどういう場合かっていうと、この階段のですね、最後の段ですね、この最後の段の1が一番右側の列にある場合ですね。これの場合、n プラス1列目ですから、この場合、kr イコール n プラス1ということを言って意味します。で、この時に、結論から言うと、この時には解は存在しません。その理由をこれから言います。拡大係数行列に、対応する元の方程式というのをちょっと考えてみましょう。
この一番下の行は何を意味しているかっていうと、方程式の言葉で言えば、0イコール1っていう方程式を意味しています。0イコール1っていう方程式は当然矛盾ですので、解けないわけですね。ですので、簡約階段行列はこの形になった時点、すなわち一番右側の列に1が現れた時点でもうこの連立式方程式は解は存在しないと言えます。まずこの点確認しておきましょう。よろしいでしょうか。じゃあ、次にですね、この階段の最後の段ですね、この最後の段のこの列のポジションが n 以下の場合ですね、一番右側の列は少なくとも空いていて、そのこの階段の段が n 以下の、最後の段が n 以下の場合、この場合は、何らかの形で連立式方程式が解を持つと言えます。で、今度はさらに、r の値、すなわち、この階段の段数で場合分けをしていきます。まず最初のケースは、この階段の段数 r が変数の個数 n に等しい場合ですね。でこの場合ですと、今 n が3ですから、この r が3の場合、この階段の段数が3の場合ですね。でこの場合にはどういうふうになって、階段の行列になっているかっていうと、ちょうど1が n 個だけ対角成分にザラザラザラと綺麗に並んでいる状況を意味します。いいですかね。今n が3だからこう3個だんだんだんと並んでいるわけですね。で、この時に、この拡大係数行列に対応する元の方程式っていうのを思い出してみますと、これ方程式ですね、1行目は何を意味しているかというと、x1 イコール b1 ダッシュっていう方程式なんですね。で、2行目は x2 イコール b2 ダッシュ。で、3行目は x3 イコール、x3 イコール b3 ダッシュっていうふうに、な方程式になっている。すなわち、もうこれで方程式解けてるんですね。ですので、この階段が、1の段が n 個ちゃんと揃ったときには、方程式の解はただ一組に定まるということはこのことからわかります。ですね。はい。まず、これ、確認しておいてください。で、今度、あとはですね、もう一つですかね。これが、最後のケースなんですけれども、この階段の段数が、変数の個数 n よりも小さい場合ですね。こういうときは、どういう階段が、存在するかというと、1段ずつこう下がっている階段もあるんですけれども、こう途中で少し段が、1段が長くなっている階段も存在します。そうしますと、例えばこのときですね、こういう段のとき、段差はちゃんは1行目と、あ、1列目か、1列目と3列目に段差があって、こう2列目に段差がないような階段のときですね。で、これに対応する連立式方程式を書き出してみますと、こういう形をしています。で、これは何を意味しているかというと、x3 は b3 ダッシュというふうに1に定まります。ところが、x2 に対応する方程式というのはないので、x2 っていうのはどんな値でも取っていいんですね。で、x2 はなんか α という任意の値を取ると。で、x2 の値が決まれば、x1 が決まると。x1 はどう決まるかっていうと、b1 ダッシュマイナス a の12ダッシュ α っていうふうに決まるってわけですね。だから、こんなふうに、階段がない列ですね。先ほどの階段がない列、第2列そうでしたけど、階段がない列に対応する解っていうのは、任意の値を取ります。そして、残りのその階段がある列の解というのは、この階段がない列の解だったり、あるいはその右辺の b' の値だったり、あるいはその両方によって定まるということがわかります。ですので、こういうですね、その階段が、こういう長い段が生じる場合っていうのは、いくつかの解は任意の値を取るということがまず言えるということを確認しておいてください。で、この任意の値を取る解の個数っていうのは、先ほど見た通り、この n-r 個っていうことになっていて、つまり変数の個数からその階段の段数を引いた値ですね。その数の解は任意の値を取りますということが分かって、で、この任意の値を取る解の個数を、この方程式の解の自由度と言います。よろしいでしょうか。というような話がですね、実は教科書の46ページから47ページにかけて展開されておりますので、一応、予備知識として、今日の授業の内容をもとに、ちょっと皆さんで、今度は自分でこの証明を読んでみてください。
で、分かんないことあったらまた後で質問してもらってもいいですし、まあ、あとは数学手習い塾で聞いてもらうという手もあるかと思います。一応ちょっとここではその教科書の証明を読む際の補足を少ししておきます。ちょっと複雑な記号があったりするので、その説明をしておきます。まず教科書の46ページの下から2行目ですね。この i イコールスモール i で i が1から n 以下で i が k1 に等しくない点点点 i が kr に等しくないっていう、まあ、こういうものがあってですね、この i の集まりは何ですかっていう話なんですけれども、多分数学リテラシーでも習ったように、このこれ数学集合の内包的記号っていって、まあ、この i が満たすべき条件をだらだらだらって書いているんですけど、まあ、よくわからないということはあると思います。でこれは何を言っているかというと、この i が k1 から kr のどれにも等しくないってことを言っているので、すなわちこの i っていうのは階段がない列の番号の集合を表しています。例えば先ほどの例ですと階段がない列ですね。この場合ですとこの第2列は階段になってませんから、階段になってない列のこの番号をですね、こういうふうに表しているということを注意してください。それからあと、47ページの式 2.7 ですね。その解が2種類の形で書かれていますけれども、この下の方の xi イコール si っていうのは、これ階段がない列の解を表していて、階段がない列の解っていうのは、先ほど説明したように、こう任意の値を取るということになっております。一方で、その 2.7 式の上の方にある x の kt っていうのは、その階段がある列の解ですので、これは、まあ、階段がない列の解とか、それから右辺の bit の値から定まるということになっております。一応ちょっとこれを注意しておいてください。ここまでよろしいでしょうか。